本日は徳良神山田温泉千曲市に来ています。ここの名物は食べたいなと思っています。おしぼりうどん、辛い辛い大根おろしをふんだんに使ったうどんです。味噌で味を調節するんですね。そんなおしぼりうどんを食べに行きます。到着、温泉の駅桃源。自分でそれ取っといてまた持って帰られるからね。うん、ごちそうさまでした。